です。アフロディーテ TV をご覧いただきましてありがとうございます。今日は私は北堀江の方に来てます。今からランチに行こうかと思ってます。北堀江の方たまに来るんですけれども、ランチで来るのは初めてです。ちょっと今日はヘルシーにサラダ系を食べに行こうかと思ってます。行きます。到着しました。おしゃれな雰囲気で、メニューも結構たくさんあります。ヘルシーなサラダです。こっちを白味噌を使ったドレッシングで食べてます。この味でカロリーが185ぐらいです。でも結構お腹いっぱい。なかなか美味しいです。家では食べない。11月の3日に関東の方でサマースタイルアワーという大会があるんですね。それにビューティーフィットネスモデルというコンテストがあって、それに参加しようと思ってます。ちょっと急に応募したんですけども、まあ、まだまだこれからちょっと時間があるので、体の方も絞っていって食事していく頑張っていこうかなと思ってます。また来週も見てください。